の心はるかーす。皆さんこんばんは、はるかーす。木曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。木曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒やすと元気をお届けしていきます。はい、もうすぐハロウィンです。ねえ、あと4日ぐらい。どうなるんだろうね、今年の東京のハロウィンは。去年ぐらいは若干盛り上がってたんだっけ。あの全盛期というか、コロナ前の時のほどではないけどっていう、若干いろんなとこからコスプレがしたお化けたちが出てくるっていう。なあ、どうなんだろうね、まだどういう感じになるかわかんないけど、なんか去年よりは盛り上がりそうな気はするけどね、どうなんだろう。まあそんな私は一度も近づいたことはありませんけど自分が若い時も行かなかったよ、怖くて。逆に避けてたもん、うわーみたいな。なんか至る所から、ああいろんな人たちがみたいな、なんていうの、仕事です。なんかそういうさ、コスプレハロウィンで盛り上がる土地に行かなきゃいけない時に、ちょうど仕事終わって出てきた時に、なんかみんな盛り上がり始める時間みたいな、私をどうしてみたいな一回渋谷だっけな、渋谷で仕事して帰る時にちょうど当たっちゃって、もうなんかピピーみたいになってるわけよ。もう警察とかでいたり、ウェービービービー、交通規制ビービービー、私を駅まで歩かせてみたいな。もう全然たどり着けなくて、一人さ、めちゃくちゃ仕事したの、他を見るとイエーイみたいな、イエーイみたいな、みんななんか得体の知れない格好になってるからさ、もう怖いし、すごいウェイウェイしてるから、なんか私はなんで今こんな、もうなんか8割ぐらいさ、みんなコスプレしてるわけよ。なんで私は一人、たった私服でただとぼとぼと一人だけ逆方向の駅に帰ろうとしているのだろうみたいな思いがね、昔10年ぐらい前にありましたけどね、まあどうなることやらっていうところでね、皆様あの思い思いにね、適度に楽しんでくださいということで、そろそろ行ってみましょう。心と心でつながる30分、戸松はるかの心はるかす、最後までよろしく。戸松はるかの心はるかす。戸松はるかの心はるかす。こんばんは、戸松はるかです。さあ、10月更新日は27日ということで、まあ、スフィア的にはね、一昨日があやひねさんの誕生日、明日があきさんの誕生日ということでね。え、そしてスフィアも一昨日生誕5000日でしたっけなんかアニバーサリー付いてる時期ということで、うん、いや、私はね、去年から2人には消え物をあげようと思いまして、なんかね、美奈子の時は結構3人で1個のものをあげようって今年はなったんですけど、ミシンね。秋あやひの時はタイミングによって3人であげる時もあれば、ここであげる時とかもあって、で去年はまああんまりそのリモートとかで会うことが多くて、あんまり直接渡す機会がなかったから、美奈子先生もね、イギリスにいたりとか、そういうのもあって、それぞれおのおのっていう感じだったんですけど、去年は2人に松茸をねプレゼントして、まあ、せっかくこうなんかおうち時間を楽しむなら、ちょっと贅沢におうち時間を楽しんでほしいっていう思いで、なんかこう自分だったら買うのちょっと高いな、でももらったら嬉しいなみたいなのを渡したいなと思ってんのよ。多分もうこの放送されてる時には 何にするか決めてると思うんだけど、今のところはまあ取れ高にもよるけど、美味しいのがあればサンマか、でもサンマもね、今年あんまりね、たくさん取れないみたいなニュースを見たから、ちょっとどうしようかなって思ってるんだけど、あとはもう秋関係なく肉、もうすごい高級な和牛じゃないけど、すき焼き肉みたいなさ、もうヒューでいいですみたいなさ音で察して、なんかあんちゃんすごいいいお肉ってさ、もうなんかあの、もういいですみたいな、もう置いた瞬間に、あ、もう食べれますみたいな、っていうやつ、ああいうレベルのなんかちょっといいお肉かで迷ってるけど、まあ秋っぽい味覚に行きたい気持ちもあるから、まあまた松茸でもいいなとも思いつつ、
多分決めてると思う、このオンエア的には。今のところこの収録段階のトマツさんはなんかどうしようかなっていう、秋の味覚に行くか肉に行くかっていうところですね。うーん何の話やねん2人の誕生日プレゼントの何にしようかっていう、っていうね感じでございますよ。さあそしてトマツさん的にはアルマギアプロジェクトのコミックス第1巻が発売中、トマツさんがククル役として出演中のフルボイスコミック動画も YouTube で公開中ということで、私ククルちゃんってすごい可愛いね女の子をやらせていただきました。そんなにね今公開されてる中でめちゃくちゃ出番がその時あるわけじゃないんですけど、結構喋り方が特徴的な子で、なんかパッと見関西弁っぽかったから、収録の時にこれって私関西の人じゃないんですけどこれ関西弁なんですかねって聞いたら、この世界の中には関西っていう概念がないから関西弁じゃないんですって言われて、ぽいだけでっていう、だからもう独特な喋り方をする女の子っていう設定なので、自由に喋ってくださいっていう形でねディレクションいただいて、なのですごく楽しくねククルちゃん演じさせていただきましたので、ぜひそんな独特な喋り方を楽しんでいただけたらなと思います。ではお便り紹介したいと思います。ココハルネームヤフさんからいただきました、ありがとうございます。はるちゃんこんばん、はるかーす、こんばん、はるかーす。前回の放送のあとすぐ配信されている47都道府県見ました、ありがとうね。犬それぞれの形が特産物になってて分かりやすくかつ面白く描かれていました。僕は山梨県笛吹市の出身で、実家がぶどう農家なので山梨県がとても刺さりました。山梨県は結構出演頻度が高い反面、悲惨な役どころなのも可愛かったです。はるちゃん演じる愛知県もなかなか弾けた性格で見てて爽快でした。もう8年前の作品ですが、アフレコ収録中の裏話やはるちゃん個人がいいなと思った都道府県の方言は何かありましたか？よければ教えてください。またはるちゃんはぶどうは好きですか？ぶどうの最盛期がもうすぐ終わりますが、今年は日照時間がしっかりあり、ぶどうの質が高いらしいので秋の味覚におすすめです。時間の余裕があれば山梨県に直接足を運んでぶどう狩りや近くのワイナリーを巡るなど小旅行にもおすすめです、と。山梨いいよね本当に。ちょうどね東京から行くのにちょうどいいんですよ山梨県って。1時間半ぐらいだっけね、うん、行って結構やっぱ涼しい場所だから、ちょっとね暑い時とかに行っても楽しいし、山梨県だと私はもう富士急ハイランド好きすぎて富士急行くぞーとか言って、もう20代前半の時はもうしょっちゅう行ってましたけど、まあでももう少し年重ねてからやっぱワイナリーかな、うん、ワインをもう飲むっていうのを決めて、あとほうとう食べて帰るみたいなもうザ山梨をこうねでしたけど、最近ブドウはね、私ブドウ狩りは行ったことないんだけど、桃狩りは行きました。夏かな、5月6月ぐらいが桃のねシーズンだと思うんですけど、山梨県まで行って桃狩りをねして、なんか3つ取っていいですよって言われて、でもさもう本当に考えるじゃん、どの3つにしようみたいな、お前に決めたみたいな。で最初はなんかあんまり何も考えずに、あいいじゃんこれプチみたいな感じで取っちゃって、でくるって裏返したら半分はまだ真っ白だったの。だから私は、あ、表面上しかこいつのこと見てやれなかったみたいなお前の全てをきちんと見てやれなくてごめんなみたいな、もうちょっと売れたかっただろうなって、後ろ側の白い方お前もうちょっと売れたかったよなみたいな、すごいなんか反省してね、残りの2つをどうしようどうしようみたいな。でも本当に難しくて、まあもちろんね、あんまりさベタベタ触るのも良くないからさ、なんかこう触らずにさ、なるべくこうくるってこう自分が動いてさ、こううんって、でもなんかちょっと高いところにある桃がさ、なんか魅力的に見えるわけよ。で、あれがいいって言ってさ、高いところにってプチンと取ったら、やっぱりまた半面白くてごめんなみたいな、お前の一部分しか見てやれなくてみたいな、なかなか難しかったですよ。うん、でなんか最終的に、まあ、お持ち帰りするか、その場で食べてもいいしみたいな感じだったから、じゃあ1個食べようかなっていうので一番良さそうなの言って見せたんだけど、結局私に3つとも失敗しちゃったのよ。
全然反省点生かせてないみたいな。だから結構なんか農園の方がなんかあーうーんみたいな、どうだちょっと硬いかもしれないですみたいになって、あのじゃあ3つとも持って帰りますって言って、なんか数日置いたらすぐ甘くなりますんでって言われて、でお店のおすすめのやつをもう一個一番食べ時のやつを買ってっていうかその場で剥いてもらって食べたよっていう。桃美味しかった。だから果物美味しいからね、ぶどうもね買ってみたいですけどね。本当にその場で食べれるんでしょ。いやみずみず新鮮オブ新鮮じゃないですか。これからぶどう美味しいからね、いやワインもぶどうもね楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。ということで、たくさんのメール本当にありがとうございました。トマツハルカの心ハルカ、トマバン。毎回テーマに沿ったトマツ楽曲のリクエストを募集するこのコーナー、皆さんの熱いリクエスト理由とともに楽曲をかけていきます。今回のテーマは秋の夜長に聞きたいトマツ楽曲でした。まあその夜ねだんだん長くなってきますけれども、どんな曲を聴いて過ごしたいのかっていうのを教えてくださいというテーマでしたけれども、早速1曲目いってみたいと思います。ルリーロピースさんからリクエストいただきました。こちらの楽曲です。トマツハルカの心ハルカス。トマツハルカの心ハルカス。トマツハルカでブックマークをお聞きいただいています。メッセージ読みますね。秋といえば読書の秋だけでなく、優しい曲調と歌詞が秋の夜長に一人で聴きたくなるなと思いましたという。はい、こちらねそうなんですよ。あのベストアルバム、あベストアルバムじゃないわ、アゲアゲな曲とちょっとしっとり系な曲っていうの2枚のね同時にあのアルバム出させていただいた時の、まあ、あのリード曲、しっとり系の方のアルバムのリード曲になったブックマークなんですけれども、まあ確かにタイトル的にも秋が合うよね。やっぱ読書の秋って言われるからっていうのもあるんだけど、なんかブックっていうのが入ってるからさ、確かに本読みたくなるなと。私もね時間があるなら本当に本読みたくて、あのまあ小説しか読まないんですけど本は。でもやっぱり小説読むってね本当になかなかこう時間がないと、中途半端に読んじゃうと忘れちゃってまた戻ってみたいな、3歩進んで3歩下がるみたいになって永遠に進まないみたいになっちゃうから、あと結構なかなかねタイミングが難しくてね読めずにいるんですけど、まあやっぱりその MV がこれあって、その時にとにかく前もここ春で話したかもだけど、もうとにかく暴風がすごくて、その日ブックマークの MV の日がもう台風が来てたのかな。歌ってるんですけど、あのスタジオハウススタジオでね歌ってるんですけど、曲自体はさすごいさちょっと優しい曲なんだけどさ、あの鼻かんむりとかしちゃってなんかわーって歌ってるけど、後ろがもうブラーブラーポーってか、ね、もう大荒れでっていうね、地味にそれがちょっとね面白かったりとか、あとはなんかちょっと切ない楽曲だったりとかもするから、なんかその MV の中でちょっとなんか涙がポロッと垂れますみたいなシーンがありますって言われて、あなるほどって言って、でなんかその時の監督が、ちなみに戸松さんってあれですか、なんか泣いてくださいって言ったら泣ける人ですかって言われて、であーとか言って、別にやると言われたらやりますけどじゃないですけど、なんかあーはいみたいな言った時に、その時のなんか A&R ってか、あの音楽のね担当のうちの事務所の人が、え絶対無理だよとか言って言われて、絶対そんな泣けって言われて泣けないよとか言って、すごい言われて、え悔しいとか思ってから、いややりますやりますとか言って、それであじゃあ一応念のため目薬持ってきますけど、じゃ あの無理だったら目薬さしましょうみたいな感じだったけど、本番ちゃんとやりましたよ。しかも15秒ぐらいでやったからね、すごいドラマのシーンみたいなぐらい緊迫しちゃって、そのシーンの時になんかちょっと気持ち作るために僕たち静かにしてますからみたいな、なんかすごいドラマレベルのこう緊張感みたいになっちゃって、逆になんかみんながじーっと見てるみたいな感じになっちゃったから、すごいなんか緊張したんだけど、あ分かりましたみたいな、逆になんかすごい緊張するなとか思いながら、でもあの戸松さんの気持ちができるまで僕らあの何十分でも待ちますからみたいな、シーンみたいな、ね、みんな物音一つ立てずにカタッ
か言おうとするもなんかスタジオ中に響き回るぐらい、だらとにかくずっとシーッみたいな感じで、あのカメラだけがシーッとか言って回ってたけど、15秒でやりましたから、超褒められた監督から。すごい、僕正直1時間とかかかってちょっとごめんなさい無理ですとかなるから、あもう目薬さしましょうって覚悟してた時、本当にやっぱ戸松さんって役者さんなんですねとかってね、最後すごい褒められたっていう話ぜひそんなブックマークね、優しい楽曲、曲はすごい優しい楽曲なのでね、聴いてくださいね。はい、では続きまして2曲目いきましょう。ココハルネームケイリのおささんからいただきましたこちらの楽曲です。トマツハルカの心ハルカス。お聞きいただいているのは未来時計です。はい、こちらねコメント来てますので紹介します。私が秋の夜長に聴きたいトマツさんの楽曲は未来時計です。高音で透き通るようなトマツさんの綺麗な歌声で、秋が終わり秋から冬に変わっていき寂しくなるこの時期に勇気というか将来への希望を与えてくれます。時計は回る、新しい未来への歯車に変えて、いい歌ですね。あーわかる、未来時計って本当にさ、私も今聴くとすっごいいい曲だなと思って、なんかこれ最初のアルバムレインボーロードのアルバム曲で、実際にレコーディングした時って多分18歳とか19歳とかそのぐらいのね、若かりし戸松さんよ、なんだその顔すっごいなんか今なんか向かいにいるなんか作家のがなんかすごい 目つきが今なんかみたいな、なんだその顔は、そう若かった時だってあるんだよ私にも、そうですよ、だからその10代の時にね歌った曲で、なんかその時の私にはなんかこの歌詞の良さとか重みみたいなものがなんかまだ受け止めきれてなかったのかもって今振り返ると思う。当時は一生懸命この歌をどう自分なりに解釈してどう自分なりに表現しようか、すごいなんかね大人の歌に感じてたんだよね当時。うん、自分も結構だからウェーイってした曲をすごい歌っていきたいと思ってたし、その当時はなんかこう私なんかがちょっとしっとりした歌やなんかバラードなんてなんかちょっと恥ずかしいみたいな、ちょっと照れみたいな気持ちもあって、なんかその中ででもアルバムのいいところってさ、その普段シングルとかだったら歌えないような楽曲だったり、まあカップリングとかもそうだけど、ちょっと挑戦できたりとか、なんかその全部同じような楽曲入っちゃうとさ、なんかこう飽きちゃうじゃない。でも緩急が上がる曲もあれば、ちょっとしっとりもあったり、ミディアムもあったりっていうのが、いろいろこう歌えるっていうのがやっぱアルバムのいいところでさ、なんかその中のこう未来時計ってすごい、あこういう歌を私もどんな風に歌おうとか、こうなんか新しい未来への歯車とかいうもの、未来ってすごい漠然としててさ、なんかこう未来は未来だけど想像できないじゃない未来って、だからすごい新しい未来って私5年後どうなってるんだろうとか、いろんなことをなんかこう想像しながら10代なりに歌わせていただいたけど、これ多分今また歌ったら全然解釈したりとか表現する部分もまた違うのかなって思う曲の一つですね。はい、いやすごい素敵な曲ですね、ありがとうございます。ではですね3曲目いってみたいと思います。ココハルネームジュリリンさんからいただきましたこちらの楽曲です。トマツハルカの心ハルカ。お聴きいただいているのは記憶の景色です。いやー懐かしいし、私この曲すごい好きなの。メッセージ読みますね。私がリクエストする秋の夜長に聴きたいトマツ楽曲は記憶の景色です。この曲は歌詞に星や月などといった夜を連想させてくれる言葉がたくさん入っていて、夜に聴くのにぴったりだなって思います。しっとりしたバラード楽曲で聴くだけで心が落ち着くような曲ですが、その中にも前に向かって進むような背中を押してくれるようなワードが入っていたりして、聴くと心が落ち着くだけでなく勇気をもらえるような楽曲でもあるなと感じています。個人的には大切な一歩を悔やんだりしてないという歌詞が大好きです。この曲がリリースされたのはすごく前ですが、今の戸松さんが記憶の景色を歌ったらどんな感じになるのかなって思ったりもします。いや懐かしいね、確かに歌詞がね本当にすごく良くて、私も当時すごい本当記憶の景色っていうタイトルなだけに、やっぱ景色をすごく想像しながら歌わせていただいたんですよね。なのでなんか
なんて言うんだろうね、やっぱこう夜のイメージというか、ちょっとなんかその入っているサウンド感とかもちょっとキラキラなんかした、なんかシャラシャラみたいな音が入ってたりとか、品があるというか曲の中にも、うん、すごくなんかロマンティックさもあって、まさにそういう星とか月っていうものが入ってて、すごいなんか恋愛の歌ではないんですけど、まあでも恋愛として捉えてもいいのかな。まあその時、当時私は恋愛のイメージで歌ってはいなかったんですけど、まあ今なんか見ると、そういえばでもこれ恋愛でも捉えられるのかなとか、なんかいろいろこう想像の余白がある曲だとは思っていて、でもなんかすごい歌詞見ると景色が想像できるワードがたくさんあるんですよね。オレンジに染まる坂道とか、雨の後の日だまりとか、あ、そういう景色なんか懐かしいなって思ったりとか、憧れる景色だなって思ったりとか、だからそういうのをすごい当時思い描きながら歌わせていただいた楽曲だったから、これもまさにさ結構古いね曲になるから、今最近確かにツアーとかでもね全然歌えてないから、私もすごいこの曲好きなんですよ。なのでまたなんかね歌える機会があったら歌いたいですよね。今またこのね32歳になった戸松遥がこの記憶の景色を歌ったらね、どんな風になるのか自分でもちょっと見てみたいというかね、うん、思いましたね。いやありがとうございます。どれも素敵な楽曲を皆さんねリクエストしてくださって、うん、懐かしい気持ちになりましたし、なんかまた歌いたいなって思う気持ちになりました。ということで今回ここまでとなります。では次のリクエストテーマ発表します。リクエストテーマは誰かに送りたい戸松楽曲です。家族や友人、仕事の仲間などなど、大切な人に送りたい戸松楽曲のリクエストお待ちしております。戸松遥の心遥かす。すーはーほら、深呼吸すれば心が落ち着く。心深呼吸。日が落ちるのが早くなり、夜を感じる時間が増えてきました。あと2ヶ月もすれば冬至。外で干す方は、洗濯物を干す時間も少しずつ工夫していく季節に入っていきますが、残り少ない秋をたくさん感じていきましょう。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸。ゆっくり振り返れば、明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。戸松遥香の戸松遥香の心遥か。お送りしてきました戸松遥香の心遥か。そろそろエンディングの時間です。はい、ということで今日はねいろいろね楽曲かけてきました。秋だね、こう思うと曲のラインナップも本当にまさにさ秋を感じられるようなあのイメージがあってね、え言いながらも秋っていつまでなんだろうね。なんかもう更新日もうなんならねもう10月終わるよみたいなところじゃないですか。やっぱイメージ的には私の秋のイメージよ、11月ぐらいまでなのよ私は。だけど最近さやっぱりグッズとかってすっごい季節早取りするじゃん。多分もうとっくにクリスマスのなんか出てるよね。まあハロウィンもギリギリだからね、最後こう売り尽くしているみたいなので出てると思うんだけど、もうでもクリスマスもなんか早く早くっていう状態だと思うよ今クリスマスのグッズたちが。なんか31日終わったら交代ねみたいなと同時にさ、ほぼほぼクリスマスも正月も変わんないじゃん。だからさ正月もさ我が輩も忘れるなみたいなわしらも待機しとるぞみたいな感じだから、なんか11月入っちゃうと急にまだ冬っていうほど、まあでもわかんない、寒い地方のところはねもうとっくに寒いけれども、東京とかはまださまだなんとかなるじゃん、あ冷えてきたねぐらい。だからなんかもうすっごいさクリスマスと正月たちがやーみたいな感じ、なんか気持ち的にさ冬にならなきゃみたいになんかなるけど、ちょっとねどんな感じになってるかね
っていう感じですけれど、皆さんね健康にねお過ごしくださいませ。というわけで、この番組ではリスナーの皆さんからいろんなメッセージを大募集しています。レンタルシミュレーション笑顔の処方箋、ここ春謎謎道場、ハンターとまつたま番、次回のテーマは誰かに送りたいとまつ楽曲です。その他普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしています。メールアドレスははるかすアットマークセカンドショットドット JP、 はるかすアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りは SECONDSHOT です。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしています。また番組公式のツイッターハッシュタグシャープはるかすです。皆さんどんどんつぶやいてね。そして毎年恒例のココハルグランプリの募集しております。2022年の1月から12月の放送内で印象に残った部分を教えてください。できれば何回目ですよって書いてくださるとスタッフさんが、喜びます。続きまして10月から改めて放送開始しておりますアニメ異世界おじさんにエルフ役で出演しております。その他の継続番組もよろしくね。はい、ということでそろそろお時間ですが、まみなこ先生に質問ですね。まあちょっとね、まあ、みなこ先生というとクリスマスって話でねちょっと早いけど、モール垂らしたりっていう事件が、事件じゃないけどね、本人的なクリスマスっていうのが1本だけモールをプレーッとドルーンって窓から垂らしたっていうのですごい盛り上がったりっていうの、いろんな伝説がありますけど、いやーただな、今ここでクリスマスの質問使っちゃうのもったいないから、もう次のねラフラフの時にハロウィン終わっちゃってるけど、終わっちゃってるけど今年なんかハロウィンらしいことしましたっていう、うん、別にそんなね大規模にこうコスプレしてパーティーしたようじゃなくてもいいよ。かぼちゃの何かを食べましたとか、ハロウィン限定のこれゲットしましたとかでもいいんですけど、私は今のところ何もやってないので、ハロウィンらしいハロウィンを、なのでみなこ先生何かしたかなと思ってそれを聞いてみたいなと思います。というわけで、そろそろお時間です。また再来週11月10日にお会いしましょう。戸松遥の心遥かす、ここまでのお相手は戸松遥でした。これできっと心も遥かす。バイバーイ。